っておいてくれないか。でも鬱陶しいんだ。その私、ただ平田くんが心配って。君に心配される理由はない。ちょっと陽介くん、それはいくらなんでも言い過ぎなんじゃない。慣れ慣れしく下の名前で呼ばないでくれるかな。僕とはもう何でもないよね。じゃあ平田くん、みーちゃんに強く言い過ぎ。普段君が取ってる態度と同じだよ。私はクラスのために。もう静かにしてくれるかな。じゃないとわかるよね。